こんばんは、去る11月12日日曜日、大阪府立体育館、エディオンアリーナ大阪っていうんですかね、今はで開催された、白蓮会館主催第38回、全日本空手道選手権大会に、松岡が出場してきました。一般男子中量級で、出場したんですけど、1回戦で、20歳の若者に延長戦で、負けてしまいました。試合内容は、全くダメでした。以前からの練習で、この戦い方はやらないでおこう、これは絶対しないで、おこうと思ってたことを、全てやってしまって、全く私の、良いとこが、出なかったと思います。ガチンコで、真っ向勝負で打ち合ってしまって、やっぱりあの私の攻撃力とか、スタミナとかイメージとかだと、真っ向勝負でガチンコで打ち合ったら、逆に印象が、悪いんじゃないかなと思います。もっとあの、いやらしく、卑怯にですね、姑息な戦い方を、していかないと、いけないと思って、またそのためにもいろいろあのガラッと変えていかないかな、変えていかないと、いけないのかなと思っています。それは、さておきですね、その試合が終わって、それからあのずっとあの試合観戦してたんですけど、ふと見たらですね、私 の, あの荷物が、全部あの置き引きにありました。あの貴重品、あの財布とか携帯とか貴重品はあのウエストポーチにいつも入れてるんで、それで腰につけてるんで、無事だったんですけど、アップスペースに置いてた私のリュックサック、リュックサックの中に道着の、上下と、あと5段の帯と、あとまあ T シャツ、あとあのはやぶさタオルですね、兵庫のはやぶさ松岡智彦タオル、あと、ジャージですね、ジャージの上、あとあのモンベルのダウンジャケット、すべてあの持っていかれました。係員の人がどっかに撤去したんじゃないかみたいな言う人もいたんですけど、ドリンク類とパンフレットとあのティッシュペーパーはその場にポツンと置かれてたので、それはないかなと思って、置き引きにあったということをあの試合見てる時にツイートをしたら、いろいろ皆さんが拡散してくれて、すごい数になったんですけど、とりあえず盗まれました。それで今日ですね、今朝、水曜日、11月14日水曜日の、今朝ですね、フリースタイル館に行って、一応保管されてたらしいので、取りに行って、受け取ったんですけど、結局タオルはまだ見つからずで、なくなってます。で、リュックとダウンとジャージとかがですね、いろんなところに落ちていたらしいので、おそらく置き引き犯が、リュックの中に金品があるかどうかっていうのをどっかで探して、で、なかったので、いろんな、その辺に、リュックとかダウンとかその辺に放置して、帰ったんじゃないかなという、思います。体育館の人に、係員の人がこう勝手に荷物を動かしたりすることあるんですかみたいに聞いたら、それはないですということだったんで、置き引き犯に持っていかれたということが、99% 濃厚だと思います。それでですね、本当にその日大阪と神戸はすごい、寒い日だったんですけど、私ジャージとかダウンジャケットも全て持っていかれたんで、 T シャツ1枚でフリースタイル館から、帰ってきました。めちゃくちゃ寒かったですけど、本当に周りはみんな上着とか着てるんですけど、本当に T シャツ1枚で帰ってきました。で結局その帯とか道着とかダウンは見つかったんで、あれなんですけど、いいんですけど、いろんな人のコメントとかを見てると、私もお金を盗まれたとか、私も以前帯を盗まれたとか、なんか結構いろいろそういうコメントが入ってきてて、意外とそういう試合会場での置き引き犯とかは意外とたくさん、いるんじゃないかなと思います。ですから、
これから中村道場の大会も12月にありますし、まあ、今後、各大会ですね、大会の時に、まあ荷物を、まあ、荷物を全部持ちながら試合観戦するっていうのは、まあ、現実的じゃないんで、まあ置いておくことになるとは思うんですけど、置き引き犯にはくれぐれも気をつけて、いてほしいなと、まあ、注意喚起の意味も込めて、まあ、この動画を作らせてもらいました。貴重品は必ずポシェットとか、自分で必ず肌身離さず持っておくことですね。で私道着持っていかれたのがその試合が終わってからでまあ良かったんですけど、試合前にもしそういうふうに、紛失置き引きされて試合の時に道着がなかったら本当試合も出れないんで、まあ、試合が終わるまでは本当にその、荷物を置いてどっか行かないとか、セコンドに一人必ずいてもらうとかですね、まあ、飲み物は必ず飲み物と貴重品は自分で持っておくとか、そういうふうな対策を、取ってほしいなと思います。主催者側も置き引き犯が発生するんで、必ず貴重品は、各自で必ず肌身離さず持つようにみたいな、そういうアナウンスも、まあ、頻繁にすることが必要なんじゃないかなと思います。でやっぱり皆さんがすごい拡散してくれたので、まあ、それに置き引き犯がビビって置いていったのか、金目のものがなかって置いていったのか分かりませんけど、まあ、すごい数の、今朝の時点で4万2千ぐらい、まあ、私の弱小ツイッター、まあ、X っていうんですかね、今弱小 X の、フォロワー数からしたら、まあまあ、考えられないぐらいの、インプレッション数4万2千ですね。空手界のスーパースター、今回優勝した福地優斗選手の優勝しましたっていうツイートが、まあ、7万1000ですかね、まあ、それには及ばないものの、まあ、4万2000というのはまあ結構な数で、まあ、1回戦で負けたんですけど、まあ、悪目立ちしてしまって、まあ、申し訳ありませんみたいな感じですかね、まあそんな感じなんですけど、くれぐれも皆さん置き引き犯には気をつけてください。でこの動画を見てるかもしれない犯人ですね、犯人まあ、はやぶさタオル、まあ、別に予備があるんでいいんですけど、もしなんかメルカリとかそういう転売サイトとかに出したのが見つかったら必ず、そこに行きますのでね、行ってしばきに行くので覚えとけよっていう感じですね。皆さんももしどこかで松岡智彦タオル売られてるのを見たらですね、タオル今までその同情生で持ってるっていう人が、まあ、売ったっていう可能性もあるんですけど、同情生以外の人であったらそいつがまあ犯人の可能性はまあ高いですね。犯人がその辺にタオルとかも捨てていったやつを誰かどっかの誰かがこのタオルいいやみたいな感じで持って帰ったっていう可能性もまあなきにしもあらずなんですけど、もし松岡タオルがどこかで売られてるのを出品されてるのを見かけたらですね、松岡までご連絡ください。ということで今日は置き引き犯には、くれぐれも、ご注意をという動画を送らせていただきました。ご視聴ありがとうございました。犯人覚えとけよ。しばきに行くぞ。